あ、この葉の皆々、歌と踊りでしばしの憩いをお届けに参りまさい。離れ。よ、任務ご苦労さん。このラーメンが食えるってばよ。ナルト、あんたのおごりよ。ねえ、サスケ、たまにはお前がおごる。じゃあカカシ先生が。捕獲されたのか。なんでも女芸人に扮してくの市らしいですよ。ようこそ着物の部屋に。お前の尋問に口を。うめき声も上げません。見上げたくの市やの。雲みたい。無知はやめだ。目をくれてやる。離れよ。潜入し、この葉の情勢。この葉の里ですか。ウリタルは軍事よりも諜報に重き。我が国の命運は離れ。この額当ては鍵の国城前の里。悪いが、こちらがお前の里の城。気のせいか。俺のガキの頃の記憶を。お前覚えてないか。肝心の城前の里の記憶は一切なかった。だが妙に引っかえの記憶を持っていたこともそうだが、それをかかし受け出してほしいんだ。え、俺がですか。お前のシャリンガンなら見通すことができるかもしれない。お前はバカなのか。した私に里の中を。しないよ、里の様子なんて。ここにいたら息苦しいだろ。お、どのがいいかな。嘘。赤井先生が。歌詞。あの日綺麗な人だってばよ。そんなやつと。来いよ。お聞き出そうってわけじゃない。見ただけだから。お役ごめんだ。私はどうなる。さあな。あの雲、アルトに似てるな。サスケか。私にはあや父に見える。音はないけど、いつも私は雲を見上げていた。その形から空想したはずの両親を諜報のために生まれた。は里を知らない。捕まった時。なんで俺に刃物を通してきた。あんたが。あなたが教えてくれたから。肩を見てすぐに分かった。あの時の少年だ。悲しい時は雲は自分が望む希望がある限り、あなたの面影を探していた。ってすぐに分かっていたから。バカだよ。ほら、お前たち。おめでとうだってばよ。は？ありがとう。お前の里に。城前の里。離れとかいう久の市。向こうからリーチと離れの交換を申し。いや、ダメです。彼女も離れを返すのは反対です。リーチです。間違いありません。地名だけが付き添い、橋の中央で交換する。貸せない。離れ。お、持ち帰る。おっちゃん、報復するってばよ。どうして。わかった。あの時だ。あんたはあの時瞳で印を結んでいた。シャリンガンであんたの印を先読みし、俺は俺自身の脳内を見た。脳内に尋問者をおびき寄せ、そしてその陰で、そこで捕虜交換した直後に再びあんた。必要ないわ。だ、情報は脳内で削除した。その言葉を信じろと。あなたはきっと信じてくれている。離れ。この葉は私がずっと思い浮かべてなのに、ずっと懐かしかった。
私の故郷を裏切れない、あなたの手にかかって死ぬ方を選びたい。故郷の、私のふるさとのために。そういうあんたと最後まで戦いたかあなたの答えなの。行け。加賀先生、離れさんは。ああ、追い詰められて諦めたのか忍びだ。もしあの姉ちゃんが本当に。やめろ。